大畑大輔は日本の元ラグビー選手。大阪府大阪市上東区の出身。ポジションはウィングとセンターで総力を活かしてトライを量産。高校の頃はフルバック。現役時代にはトップリーグの神戸成功、コベルコスティーラーズに所属。2008年のラグビーシーズンに発足したトップリーグキャプテン会議では2009年シーズンまで。 初代代表を務めた。2010年シーズンを最後に現役を引退した。引退後は、神戸成功コベルコスティーラーズのアンバサダーや、スポーツジャパンアンバサダーとして、全国各地や各種メディアなどで、ラグビーの振興、普及活動に努める。1996年、アジア選手権に出場する日本代表に選ばれて、全試合に出場し、韓国との最終戦で、 初キャップを獲得。1997年、京都産業大学ラグビー部の首相として、関西大学ラグビーリーグ戦を制し、大学選手権2回戦にて、早稲田大学相手に69-18と、歴史的大賞。FW の威力とともに、大畑が縦横無尽に走り回り干渉した。準決勝は、関東学院大学に完敗 1999年の香港セブンズで日本代表は海チームによるトーナメントグループに回ったがその決勝のスコットランド戦の終了間際大旗は自陣ゴール前から大会史上最高とも評された独走トライで日本を逆転勝利に導きプレートトーナメント出場国の選手としては史上初の MVP を獲得した2002年7月6日国立競技場での ワールドカップアジア最終予選台湾戦でテストマッチにおける日本新記録となる8トライを記録。そして2006年5月14日、花園ラグビー場でのジョージア戦で3トライを挙げてテストマッチ通算65トライとし、オーストラリアのデイビッド・キャンピージが保持していた64トライの世界記録を更新した。ワールドカップでは 1999年と2003年の2大会で日本代表の全試合にフル出場し計3トライを記録している。2006年アジア選手権では首相を務める。2004年にも一度務めたが、当時の首相だった三内拓郎の代役としてだった。2006年のトップリーグ最終節ヤマハ戦で右アキレス腱を断裂し、2007年上半期をリハビリに費やす。 2007年8月10日、リポビタン D チャレンジ2007日本代表 VS アジア、バーバリアンズラグビーワールドカップ2007日本代表走行試合にて、見事復帰、アジア混合チームにトライを上げ解消した。2007年ワールドカップにおいても、副賞に選ばれている。2007年8月25日、イタリアで行われたポルトガルとの本大会に向けた調整試合で、 左アキレス腱を断裂。2008から2009シーズントップリーグ第一節、NEC 戦で復活。元南アフリカ代表、ヤコファンデルベストハイゼンロパスをカット。一気に50メートルを走り切り、復活トライを挙げた。その後チームはトップリーグプレイオフに進出するが、2009年2月1日の準決勝東芝戦で左肩をアダッきゅう。そのまま退場した。 2010から11トップリーグ開幕を前に同シーズンを最後に引退することを表明。2011年1月9日、リーグ最終戦のトヨタ自動食器戦で右膝室外圏を断裂。これを最後に選手生活にピリオドを打つこととなった。なお、この右膝の手術の翌日、外泊許可を取ってサンマのまんまの収録に参加している。高校の同級生である。 テキサスレンジャーズの立山義則投手と、ボストンレッドソックスの上原浩二投手が出演するということで、3人揃うのは滅多にないから、とのことであった。ラグビーワールドカップ2019のアンバサダーを務める。2016年、ワールドラグビーからワールドラグビー伝道として表彰される。坂田義博が2012年に選ばれて、以来で、2人目。 上記の通り立山吉則と上原浩二は東海大学附属行政高等学校時代の同級生。一年生の時には三人とも同じクラスに所属していた。大畑が現役を引退した2011年以降は前日の三間のまんまや大畑が準レギュラーで出演中の亀山つの亀ともスポーツマンデーなどで三人による 対談の模様が放送されている。また、他のテレビラジオ番組では、たびたび明るいキャラクターを発揮。地元、関西地方では、現役時代にも、ラグビーシーズン中にラジオパーソナリティや、スポーツキャスターを務めていた。家族は、妻と二人の娘がいる。TBS の、最強の男は誰だ壮絶筋肉バトル。スポーツマンナンバーワン決定戦に4度出演し、2度、 優勝を果たしている。ショットガンタッチでは、当時の世界記録となる13メートル50センチメートルを記録。その他、ワークアウトガイズ50秒01、ザガロンスロー5メートル75センチメートル、バーンアウトガイズ1分16秒39、モンスターボックス16段を記録している。大畑は2020年のインタビューにて、僕らマイナー競技の人間は、 メジャー競技の人たちと一緒にやれるということで野球やサッカーファンもたくさん見るそこにどれだけインパクト与えるのかっていうのはすごく考えていましただから自分が出るときはとにかく結果残さなきゃいけないっていう思いでやっていましたね OA 終了後の反響がものすごかったですと語っているまた自身の自助伝では2001年の初優勝時の 反響の大きさについて、スタジアムに来てくれるお客さんが飛躍的に増えたし、注目度も確実にアップしたスポーツマンナンバーワン決定戦での優勝はラグビー界においても大きな意義があったと思うと語っている。以下の番組には2011年の現役引退後から出演。以下の番組には現役時代から出演。他にもプロ野球のオフシーズンに放送される。 ムキムキ。ノーサイド劇場にも定期的に出演。同局の看板番組、おはようパーソナリティみちか洋よですにも、ジップが熱心なリスナーであることなどが縁で、現役時代から折に触れてゲストで登場している。以下の番組にはいずれも現役時代に出演。ありがとうございます。